源氏物語、源氏物語、各条のあらすじさわらび。さわらびは、源氏物語54条の巻の一つ、第48条、第3部の一部、宇治十条の第4条にあたる。巻名は、中の君が読んだ和歌、この春は誰にか見せむなき人の形見に詰める、峰のさわらびにちなむ、薫25歳の春の話、宇治の里にまた春が巡ってきた。 父八の宮も姉を君も亡くした中の君のもとに、父の法の死だった、宇治さんのアジャリから例年通りわらびやつくしが届けられた。中の君は、アジャリの心尽くしに涙を落とす。二王宮は、宇治がよいが困難なので、二月上旬に中の君を稽の二乗院に迎えることにした。後見人のカオルは、中の君のために、状況の準備に心を配る。状況の前日、 カオルは、ウジを訪れ、中の君と大君の思い出を、夜更けまで語り合った。二大宮の元へ移る中の君が、今更ながら惜しく、カオルは後悔の念に駆られた。老女房の弁は、大君の死後にになっていたが、このままウジに泊まる決心をしていた。2月7日に二条院に迎えられた中の君は、二大宮から手厚く扱われる。これを知って、 六の君と二王宮の根気をもくろんでいた夕霧は20日過ぎに、末娘六の君の模擬を結オルとの縁組を打診したが、カオルの対応はそっけなかった。カオルに断られた夕霧は、亡くなられた王君といい、生きている中の君といい、当代切手の気候師二人に思われる、この姉妹は、と、宇治の姉妹に心を奪われマナ娘、六の君に興味を示さないカオルと二王宮に不満を、 抱く。桜の森の頃、薫は二条院を訪れ中の君と語り合った。中の君に親しく近づく薫に、二大宮は警戒の念を抱く。ありがとうございます。